さあ、宿を出発します。今何時だ、9時半、9時半ですね。水曜日、朝の9時30分、我々ね、イタリアサンマリノ、サンマリノじゃない、昔だな、サンマリノじゃな、我々イモラサキットね、取材終わりまして、今から、まあ、ちょっとね、途中、F1 ライフ社の仕事で僕は運転手で、どっか、モデナに寄ってですね、モナコ近くのね、モナコまで行かないですね、モナコ近くの、まあ、大きな町、まあ、サンレモという町にね、宿を今日一泊だけするので、サンレモに向けて出発したいと思います。まあ、行程としては大体約600キロですね、600キロの道なりで、ここから、ボローニャ、ミラノを経由して、それから海に、あ、その前にそうか、モデナに行くんだっけ、モデナに行ってね、ボローニャ、ミラノ、それから、海に入って南仏に向けて走る感じなんですね。まあ、サンレモっていうとね、まあ、結構有名なところで、カジノがあったりね、大きなアウトレットのね、ショッピングモールがある。僕は行ったことないんですけどね、らしいですね。ということで、そちらに向けて出発したいと思います。まあ、その前にガソリンだな。はい。さあ、どうやって行けばいいんですかね。まあ、まずは近くのガソリンスタンド。多分ね、道、高速乗る前にガソリンスタンドあるから、そのまま行っていいよ。うん。道なりでお願いします。道なり。なんか行き止まりに入ってたんだけど。まあいいや。まあまあね、今日はまあそんなにタイトではないのでゆっくり行ければいいと思います。7時にね、宿の門限が8時なんで、7時までに入らないとちょっとクソめんどくさくなるので、それまでに入ってますね。あ、じゃあ昨日までね、月曜日火曜日とね、あんまりちょっと天気が良くなくて、まあ雨降ったりね、晴れたりの天気だったんですけどね、今日は一日朝からね、気持ちのいい、すがすがしい、お日様ですね、お天気です。で、このまますぐ、あ、やっとるんか、ここ。セルフだね。さあ、今ガソリンを注入しております。今回の、マナコまでのお供をする車、イタリア・ミラノ・マルペンサー空港から、ランチャ・イプシロンというね、往年の名ブランドですね。ランチャーイプシロンを購入しました。ちなみに、30リッターで56ユーロ、約1万円ですね。30リッターで1万円か、きついな。まあということでね、まあ去年からね、もうとんでもない金額になって、若干1リッターあたりの、ガソリンの価格はちょっと安くなってはいるんですけど、ユーロが高すぎちゃって、もう我々にとってはね、もうとんでもないことになっております。まあ本当にね、ピザも食べられませんね。もうそれぐらいユーロ高いんで、ガソリンも30リットル1万円ですからね。
1万円ですよ、1万円。たまりませんね。まあ、という感じでね。今回ランチャーイプシロンですね。往年の名ブランドですね。まあ、ランチャーとね、言えば、まあ、思い浮かぶのはランチャー、デルタインテグラーレとかね、ランチャーストラトス。ね、アリタリアからのランチャーストラトス。ということで、まあ、高級ブランドではありますね。アルファロメオと並ぶ、高級ブランドの、メーカーですね。まあ、ただ、まあ、今や、もうフィアット傘下なんで、まあ、車は、まあ、フィアットと同じという感じで、まあ、多少確かに、フィアットの同じ、大きさの車に比べると、まあまあ、それなりにまあ乗り心地もいいですね。一応6速マニュアルということでね、走り足仕様になってますけどね。まあ走り足仕様っていうか、よくわかりませんけど、まあ多少乗り心地いいですけど、なんかね、僕はイタリア車がちょっとどうも苦手で、もともとイタリア車を借りる予定はさらさらなくてですね、この長距離移動に。安心のドイツ車を予約してたんですけど、これでいいかって言われて、まあ、同じ、お茶のね、車だったんでしょうね。まあ、同じグレードっていうんですね。あ、お茶ともかくね。これでいいかって言って、まあまあ、これでいいか、という感じで、ちょっと見てください。借りたんですけど、どうですか？まあまあ本当にね、ちょっとね、なんか乗り心地というか、乗り心地はいいんですけど、シートポジションがどうしても合わなくて、なんか苦手なんですよね。まあでも、まあ一応ね、旅のお供ということでね、今回、約2週間ね、行程としてはだいたい1500キロあるかないかって感じでしょうかね。その道を、向かいたいと思います。さあ、どちらでしょうか。このまま道なりでお願いします。道なり。あ、道なり。あ、はい。どちらでしょうか。左でお願い。左ですね。というのも、このまま左に行った後にまっすぐ行っていただいて、ラウンドアバウトを180度 U ターン。U ターン。ということはまた元に戻ってくるってことですね。ということは反対に走ってるってことですね。そう、可能性は。そうです。いきなりナビが壊れてますね。朝から。ね、まあ一応ね、エミリアロマーニャグランプリね終わってね、もうやっとちょっと気が抜けたっていうところですね。気が抜けて、ナビも壊れてます。まあこれでね、天気も気持ちいいとね、一応ね、まあまあ、まあまあしゃあないか、という感じでね。とか言ってもね、7時までに、サンレモに到着しないといけないんで。まあサンレモ僕も、行ったことは一回、昔なんか、連れられて行った覚えがあるような、ないような気もするんですけど。まあ、大きな街だったような気もしますね。U ターンですね。そうですね。でもボローニャって向こうって書いてあるんだけど、いいの？ボローニャ行くんでしょ？モデナ。モデナじゃちょっとボローニャの手前だよね、モデナって。そう。じゃああっちじゃね？あ、これ手前っていうか奥。奥って反対側？反対側のボローニャと。と反対側？ミラノの間なので。でこの道の。ボローニャとミラノの間ってことは今から俺らボローニャ経由でミラノに行くんだよね。ルートで言うと、うん、このもう一つの方が、じゃあ、まあ、ボローニャを通過していくルートは、うん、あ、違うんだ。もう一つなんか時間差でっていうのはあるんですけど、もしボローニャを通る、いや別に通りたくはないです。でもボローニャの先かなと思って、ボローニャの先だったら高速1個しかないから、
それじゃないといけないんじゃないかなと思ってるんで、まあいいや、まあ、まあ、ナビ知りましょう、はい、Google 先生ですからね、Google 先生ナビといってもね。で、この先、そうですね、先ほどのところですね、この先 100m のところを右に。去年はね、ドラメに会いましたからね、まあ、それを考えるとで、こちらもまた右に、まあ、楽しんだもんです。あ、こっちもボローニャって書いてありますね。はい、はい、こちらはまっすぐですか。まっすぐにお願いします。ランドアバートまで 500m のところです。まっすぐ、もしかしてこれ先ほどのガソリンスタンド。ああ、分かってきました。素晴らしいですね。ナビもここを離れたくないと。去年ね、大変な時にね、いろいろと面倒見ていただいて、お世話になった宿で、まあ、今年ね、2年目なんですけどね、あ、来年ももう予約済みでもね、あそこ、今日のね、今回の宿、泊まるのはもう決まりって感じですね。コメント欄っていうか、質問というか、コメント欄にも来てたんですけど、本当にね、宿を予約するのってすごく今難しくて、昔であれば本当に近いとこでも 2,3 軒回ればドアを叩けばね、ホテルがあった時代はあったんですけど、もうそれはもう本当にインターネットっていうものがもうない時代ですね。だから突然来て近くの宿をしらみつぶしに探せばいくつかどんな大体のグランプリ、まあどこでも宿泊できたんです。今もう宿泊する場所っていうのはもうみんなインターネットで抑えてしまうんで、本当に宿泊する場所を確保するのがもう本当に仕事の上でかなりのウェイト占めてるんですよね。だ僕なんかも結構そのインターネットで予約する時なんかはもう本当に何日もかけて、ずっとインターネットに睨みつつ予約するってパターンですね。もう全然そんな簡単ではないです。めちゃめちゃ難しいですね。でどんどんモディファイしていったり、あとはもう早く取ると値段が合わなくて、結局宿ホテルのオーナーとかがこの値段じゃ泊まらせたくないっていう値段で僕は取るんで、それをもう嫌がって逆にキャンセルされちゃったり、予約してもキャンセル、値段間違えてたからキャンセルって一方的にキャンセルされたりするのはもうオチなんで、本当にもうホテルを取る、予約するっていうのはもうサーキットの例えば30キロ40キロ圏内の中でホテルを確保するというのはほぼ不可能に近いですね。大体日本グランプリ行かれてる方は皆さんまああんな感じでございますね。はい。もうどのグランプリもそうです。逆に日本グランプリなんかはまだまだいい方で、オーストリアグランプリとかはもう多分今年なんかはちょっとどえらいことになりますね。あと最近取れないのはスペイングランプリですね。スペインはもう本当になんであんなになっちゃったんだろうっていう、
昔は芝生に寝っ転がってみんな観戦してたぐらいのスカスカなサーキット、スカスカなグランプリだったんですけど、今やもうスペイングランプリって言うともう本当にすごいことになっちゃって、大渋滞だし、宿はないし、まあ、そんな今、グランプリの環境ってそういう感じですね。だから我々、僕なんかも、例えばあるグランプリで、本当に親身になってるサーキット横の、ペンション、すごい、もう、僕が行ったら、おーって、毎年、まあちょっといる、まああることに行って、親身になってるオーナーに、来年止めれるって聞くと、ごめんって、全部抑えられてた。こういうわけですね。だからまあ大体抑えるのが、まあオーガナイザーとか、FIA とか FOM がもう抑えちゃうんで、一等ごと。だからもう僕らが入る隙間がないんですね。そういう近場は特にそうですよね。だから例えば鈴鹿サーキットだったらサーキットホテルに僕がね、例えば鈴鹿サーキットのお仕事させていただいてて鈴鹿サーキットの宿取れるんだと絶対取れないんで絶対鈴鹿サーキットホテルなんか予約の用もできないんで、そういう環境ですね、今ホテル環境っていうのはね。だから皆さんもね、海外、観戦とかね、やっぱりなかなかその宿泊の場所に関して宿泊されることになってしまうんじゃない、僕らでも宿泊してるんで毎年そんな状況ですね。まあ一応こういうふうに本当に、親身にしてくれるね、宿のオーナーも来年もこの時の願いね、まあそういうの結構な今までもいくつかあったんで、だからそういうのを確保しつつ毎年お世話になってるってことですね。まあ、そういうので、ちなみにモナコは、毎年ホテル違いますね。今年も去年何回も泊まったホテルを予約しててずっと思ってたんですけど、ちょっとさすがにユーロがここまで上がっちゃうと値段が半端なくなっちゃうんで、とってもいいホテルなんですけどさすがにちょっと無理と思って、そちらはキャンセルして今回はちょっと、きつい宿にきつい宿に行こうと思ってます。はい、という感じでね、宿情報でございましたね。暑くもなく、寒くもなくね、ちょうど気持ちいいお天気でございますね。ちょっとね、道が混んでるのが気がかりですが、まあまあ道中長いですからね、気にせずに行きましょう。ずっと生のまま回したら時間めっちゃすごいじゃん、まあ、だから10倍速帯にジューってさせてでまた喋ってとかやってる。一応途切れ途切れはじゃあだからないようにしてる。で、この先もでっかいラウンドアバウトがあるので、まっすぐなんですけどちょっと、はい、でドビンが売ってますよ。10ユーロだ。安いね。ね、テラコッタだけ。まあ芋のはね、この辺ずっとイモラ周辺はね、イモラの周辺は芋の陶器か陶器の産地ですね。昔サンマリノグランプリと呼ばれた頃ね、
毎回あのお土産でね、タイル、サンマリノのあの絵と車の絵が入ったね、陶器をもらった覚えがありますね。あれちゃんと持って帰ってたよね。重い結構でかいプレートだったんですけどね、それを、もらってた覚えがあります。陶器のね、時代産地でございますね。使わないんだ。そうですね、通りとかそういうのを通らない。マジで時間めっちゃかかんじゃん。ああ、いや、あ、そうでもないです。まあ確かにオーストラリアの帰りの時の通りとかを使わないルートっていうのは、オーストラリア、オーストラリア、メルボルンの帰りに通るルートがそういうふうな高速とか、なんかそういう登録になんかお金払うところを使わないっていうのを設定したんですけど、それをこっちにやってスピード重視。いや、あそこはさ、登録ルートで設定すると、はい、大回りに回らされちゃうから、はい、意味がないじゃん、はい、と思って、はい、あと俺たち夜の便だったんですよ。そうですね、うん、あんなのトールゲートで時間重視で行ったってしょうがないじゃん、うん、お金払って空港で待つの、うんうん、だからあの下道で帰ればいいんじゃねって。であと距離も近いから、うん、そのまますって。じゃあ、ここはさすがにトールゲートじゃないとまずいだろう。はい、これここはカットじゃあもう、あのでもまあ途中まではもうここまで行っちゃったからもうしょうがないよね。いや途中はもう途中までなんで、ここからもう一回乗って、うん、ボローニャを通っていく、うん、ファストレインに乗れる、ルートがあるので、うん、はい、なんかおかしいなと思ったら、おかしい、なんかこのまま行きそうな勢いだな。これじゃあ日が暮れちまうな。で、まあ、この、ランドバートまっすぐ臨機応変に行かないとその辺はない、うん、なぜそうなったかっていうのはよくあのちょっと考えてですね、はい、今度から設定してください。あとそこはボローニャって出てるね、緑のマークだからね、はい、A14、はい、ね、まあ、これ乗りましょう。ユーロからすると値段は安くなってるっぽいですね、少々ね。10円とかね、安くなってますね。1.8 とかね、ユーロですからね。まあ、去年であればね、200円ちょっとだったんですけど、今もうね、170円じゃね、300円か。300円ですからね。ちょっとガソリン自体は安くなってるけど、円が暴落してるから、もう、とんでもないですね。まあ、今年もじゃあ、ネーミングライツ、お願いしようかなと思って、あ、去年ね、移動動画でね、ネーミングライツということで、いろいろね、スパチャで、ご支援いただきましてね、
本当に助かりました。本当に本当にありがたいことでございますね。これだけちょっとガソリン高いと、まあ飛行機、ここはさすがにね、あのミラノモナコのは飛行機がないと思うんだよね。だからあの、まあ、電車で帰るのが一番ね、電車で行くのがまあ一番ベストなのかもしれないですけど、時間的に考えるとね、またでも結局レンタカー借りなきゃいけないじゃないですか。でモナコの駅行って、結構モナコの駅ってなんか、まあ、僕はモナコじゃないや、ニースか、ニースの駅とかね、まあ、モナコの駅なんかもレンタカーもないし、ニースの駅にもレンタカーはまああるでしょうけど、確かかなりなんかぐちゃぐちゃだったような覚えがあるので、あんまりあそこには踏み入れたくないなっていう気持ちもあってね。あとまあ電車だといちいち荷物を持って降りて歩いてうーだこうだしてね、結構やっぱりするみたい。まあ車が一番楽っちゃ楽ですよね。途中ね、こういう風にモテナに寄ってとかできますからね。電車だと絶対もうそういうことできないんで、まあ、まあ車が楽ですけどね。まあこれでちょっと値段、ガソリンがね、高くなるのはなかなか痺れるものがありますが、こっちじゃね？なんかまっすぐ。で、まっすぐ行った後に、この先また右に曲がるんで、900m 先なので、はい、それでまたまっすぐ行って、はい、また曲がると、うん、オートストラダ・アドリアティカっていう道に今45かな。ちなみに今、アウトストラダ向こうって看板が出てたけどね。いやこちらね、ちなみにイタリアのあの看板はかなり優秀ですよ。すごい優秀。どっから入っても必ず行けるっていうね、すごい優秀だと思います。すごい看板はよくできてると思いますね。イタリアもう昔からって感心するぐらい。こんなとこ農道だでおい。でこのままやっぱ今のところで。で、このまま、このまま、まっすぐね。そうです、まっすぐですね。やっぱりダメだな。緑の看板目指した方が早いよ。これはびっくりだな。ここは走れたわ。本当にね、空港明媚な風景が広がっておりますがね。なんだかな、青い空に緑の、なんで農園か、これなんだろうね、トウモロコシかな、トウモロコシっぽいな、なんか。なんで農道走ってんだよ。
速が見えてきたね、遠くにね。うわーっと逆走になっちゃった。逆走になった。誰も動いてない。なんかすごい道だなこれ。相当遠回りしたなこれ。ホラーって書いてあったな今。トールってどれくらいかかりますか。何が？あのトール、トール日本語で言うと。トールでいいよ。分かるけど、いくら、あ、何？どれくらいっていうの、値段ってこと？値段ってことです。それは適当じゃない？適当。知らんよ。Google 先生に聞いてみれば。Google 先生そう答えてくれる。そういうのこそ Google 先生でしょ。なんと我々イモラサーキットの近くのイモラのインターンに戻ってまいりまして、なんだかよくわかりませんが、ドライブしたって感じですね。30分はロスってるね。軽く。運転してくんだからね。言っとくけど、あなたは横にいるからだけだからいいけど、俺が30分予定に運転してるってことだからな。すみません。ですね、こちらの方に引いてお願いします。はい、
やります。で、大きく右にループします。それは分かります。大丈夫です。それは言わなくてもいいです。はい、見えますから、一応。はい、街中に、到着しましたね。街中、市街地を走っている、リングロードですね、に到着しました。まあさすがにね、道幅も狭くなるし、交通量もね突然多くなりますね。こういう大都市に ね近い、リングロードの、高速道路はね、まあスピードもね、あの制限時速が、まあもともと制限時速あるんですけど、特にあのいろいろこの辺は、オービス、イタリアもね最近自動速度取り締まりカメラっていうのね結構出てきたんで、あ、そういうのも結構ありますね。最終的にはそういうところでこう気にしてるんで、やっぱどうしてもスピードが落ちる、まあスピード落ちるっていうか安全運転の場所ですね。まあ道幅狭いですからね、結構やっぱり使いますよね、こういうところね。トラックもね、あれやっぱスピード落ちるんで、急にこうなんていうの、数珠つなぎみたいなね感じになりますね。まあイタリアはまだ自動速度とに、まあオービスですね、いわゆるオービスという、まあ、カメラですけど、そこまで厳しくないかな。速度の幅はちょっとあるような気がしますね。フランスはもう1キロたりとも許してくれないんで、本当フランスのオービス、あと移動オービスがすごいフランスの場合多いんで、結構気を使いますね。ある程度日本みたいにその看板2個目にの先にオービスがあるっていうのは、まあ、あるんですけど、今までないところに結構オービスがあったりするんで、その辺はやっぱ気をつけないとバシンと光るっていうパターンですね。まあ、何回か光らしたことありますけどね、それなりにガッツリいっちゃうんで、バッキンが気をつけないとね、意味がないですからね。なんでこんなゆっくり走ってるんですかね、この真ん中に走ってるのめんどくさいですね。追い立てられちゃってトラックに。さすがに言うと遅いだろうね。いくらな遅すぎだろう。スピードの落とし
仕方も、ああ、やっぱイタリア人だねっていう感じがしますね。関係ねえや、みたいな感じで、ぶっ飛ばしてくる車もね、いっぱいいます。これはドイツとかオーストリアとかね、ああいう風なところだともう、スピードは絶対守るんで、例えばアウトバーンからこういう、イエローの工事区間に入るときはもう、全開でスピード、フルブレーキングで、この横にね、左側に100、今110キロって書いてありますけど、あの速度通り落としますからね、大体ね、そのまま突っ切っていくやつはほとんどドイツ人はいないですね。まあ、でもイタリア人の場合は、関係ないや、みたいな感じでね、そのまま突っ切って、まあ、やっぱり民族性っていうのはね、本当にたった、車で500キロぐらい走っただけで、民族性なんかガラッと変わっちゃうんです。やっぱすごいなと、僕ら日本人からするとあんまり考えにくいところではありますよね。がっちり変わりますからね。民族性というか、まあ、民族が違うからなのかもしれないけど、考え方とかね、まあ、一長一短であるのかもしれません。1時間、2時10分前で2時ですね、高速になって、サンレモですね、今日のお宿、イタリアのサンレモ、モナコから大体約車で1時間ぐらいのところの、町に宿泊予定でございます。ちょっとね途中、モデナにね、ワンライフさんの取材ということで、寄ってましたね。たっぷり時間いただきまして、まあ今日は暑くなかったんで、去年も待ちましたけど、去年は暑かったんで、まあちょっと大変ですね。はい、ということで、このまま、高速道路を延々と走っていくんですけど、まあまあ、こっちの高速道路ね、まあ、そんなに結構広いし、走りやすいといえば走りやすいですね。あらら、これ違うじゃん。言っちゃダメだな。もうこういうトラックについていけば、いつの間にか到着するっていうパターンなんだけどね。まあまあ、そんな時間もないので、ちょっと先を急ぎたいと思います。さあ、今回ね、今日水曜日なんで、まあ、ほとんど、F1 関係のトラックはもう特にね、今もう2時過ぎてるんで、多分会うことはもうないと思うんですけど、もしかするとなんかね、ちょろ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 と、ね、マシン入ってるトランスポーターとか、あとモーターホームとしての機能を持ってるトランスポーターなんかはもう、徳の塔に行ってるんで、それに会うことできないですよね。備品とかね、まあ、そういう備品を積んだトラックだけでもね、何十台っていうチームね、ありますから。もしかすると操縦するかもしれないですね。ただまあモナコはトラックのトレーラーの止める場所がすごい限られてるんで、山の上とかなんですよ、実はね、本当に場所がないので、だからあんまりこのギリギリに入ってくるトレーラーはあんまりないんじゃないかなと思います。去年はね、ピレリか、ピレリとかね、あとアストンマーチンにも何台かありましたね。アストンマーチン、あとアルファロメオね、とかもあったし、なんだっけ、サービスエリアか。サービスエリアでね、休憩してるトランプモーターにたくさんいましたからね、注意してたりね。まあちょっと今回はもうちょっと時間が時間なんで、そんなに、多くはないような気がしますね。はい、それで、まあ先ほど急ぎましょう。
ラノ、まだ今ミラノっていうか、まだミラノ、まだミラノところをね、走っておりますが、どしゃっと降ってきそうな感じでもあるけども、先はどうも晴れてるっぽいなんで、どしゃって感じじゃないですね、シャバシャバって感じのお天気ですね。去年はね、まあ、去年っていうか、まあヨーロッパ大陸ね、こんな、まあ、あのそんなに山があるわけではないので、降るときはもうのあの、まあ、スコールって変ですけど、まあ、あの見えるんですよね、あそこから降ってんじゃん。そうするとドシャーみたいな、もう前が急に見えなくなるっていう、まあ、そういうのが結構ねヨーロッパ多いですね、雨はね。今日はもうね、そのこの先ねちょっと晴れてるっぽいんで、土砂はもうなさそうな気配ですね。さあ今回、トランスポーター F1 トランスポーターやることができるでしょうかね、鍵をしましょう、トランスポーターに会える確率、確率というか何台に会えるか当ててもらいましょう。関係なんで、DHL の F1 仕様ね、 F1 仕様車、あとまあ一応関係する F2 はダメですよ、まあ、F2 はもう前行ってるか、 F2 はねあの入れるとこはちょっと大変なんで、ずいぶん前に、火曜日には搬入終わってると思います。あとはね F1 のねいろんなそのタイヤ積んでたりね、いろんなその小物類ね、 DHL 号そういうのも含めてですかね、まあ、ちょっとこの時間じゃちょっと無理かな、朝だったらね、午前中だったらまだまだね見ることができちゃうんですけどね、ちょっとこの時間からもう行くってのはちょっとないかもしれない。僕はちなみに、一応、2台には、いいんじゃないかなと思ってます。あとあの普通のね、あのああいう普通の乗用車はダメですよ、トランスポーターじゃないとダメです。あの乗用車はね結構合うんでね、あのこの前のイモラのねカーバスケた車とかね、後ろからあの抜かれたりするのは結構ちょくちょくあるんで、それはダメですね、はい。ちなみに、F1 関係のトランスポーターというのはね、2台、遭遇するんじゃないかなと思ってます。当たった人には何の得点もありませんが、一応まあ、まあ、あの余興としてね、アクティビティとして、あとあのこういうね今前に走ってるちょっと緑かもしれないけどね、こういうあのワンボックス、このワンボックスも全部自走でね、モナコに向かうっていうのは結構多いんですよね。ちなみにあのこのあのゲスト用のね、スポンサーのゲスト用のワンボックスっていうのはね、全部あの自走でね走ったりするんですよ。もちろん全部じゃないかな、トランポで積んでいくのもあるかもしれないけど、まあそれなりにでかいのと、今回イモラからモナコまでそんな距離がないんで、結構自走で行くっていうのはあるみたいですね。皆さんに、お願いがありまして、ネーミングライツ、ね、今年も、ぜひぜひ、ネーミングライツの方をよろしくお願いします。ヘリオチョ行く、エミリアロマネとモナコの、モナコの旅みたいなね、ネーミングライツ、おにゃいならプレゼンツということでね、またやんのかよって言われますからね、ガソリン代の足しにさせていただきたいと思います。皆さんどしどし、スパシャよろしくお願いします。ネーミングライツですからね、ホニャララプレゼンツ、医療教育エミリアのモナコの、旅ということで
バーチャルトラベルですね。バーチャルトラベルということでね、まあ、それも予兆としてね、お楽しみいただければと存じております、ね。よろしくお願いします。さあさあ、あとね、まあ、4時間ぐらいですか。あとまあ4時間もちょっと、今もう2時、もう3時じゃん。3時なんでね、もうちょっと、まあ、このまま、ストップなしでね、ノンストップで、ね、なるべく行きたいと思います。ガソリン給油以外はノンストップと。まあ、そんなにこう今回あの距離的にやばくないんでね、まあ、一応楽しみです。去年はね、バルセロナまでね、そうしましたからね、どえらい行きはよいよい、帰りはなんとかでね、帰りはバルセロナから一直線だったんでミラノまで、まあ、そこそこね、まあ、一直線というか、まあ、手前のミラノの、ね、手前で一泊したんですけどね、かなりなかなか最後は巻きましたね。最後はかなり巻きましたね、相当ぶっ飛んでいきましたよね。今回は行きも帰りもね、まあ、そんなに距離じゃないんでね、それなりにゆるりとコンパクトな車でね、走り切りたいと思っております。見える、これね、建物オートグリル、ね、ちょうど上側の、フードコートになってるんですね。フードコートになってて、両側、上りも下りも、どっちが上りかどっちが下りか分かりませんけど、上りと下りね、食事できるようになってるんでね、オートグリル、サービスエリアですね。ああいう感じで結構イタリアではね、ああいうのが結構多いですね。片側だけではなくね、真ん中の橋になってて、そこでフードコートになってる。一応有料道路なんで、それなりに、いろんなものが充実してて、まあ、ヨーロッパはね、トイレが有料だったりね、するのがの国も結構ありますけどね、ここイタリアはトイレとかね、無料で、使えるというのがね、まあお金払ってますからね。お金払ってますから、ね、まあ、そういう意味では楽ですね。あとはね、他の国ではね、トイレ入るのに大体、1ユーロ、今だともう170円ぐらいするのかな、それぐらい払わないといけなかったり、でも払ったら払ったで、そこのサービスエリアで使える、50セント、半分半額ぐらいの券もらえるんですよね。とか言ってもね、別にそこで物を買うってこともほとんどないんですけど、半額券が出て、これで、ね、なんか買ってくださいねみたいな、そういうのでトイレ休憩とかね、他の国はあったりするんですよね。イタリア、フランスですね、まあ、これも有料道路がほとんど道路ですね、 100%。山あい走ってますね、今トンネルの中ですね。トンネルの中で走ってます。さあ、まあおかげさまでね、無事なんとか今回のね、ホテル門前間に合いそうなんで、よかったところですね。まあ、1回ぐらいまたサービスエリアで泊まってちょっと休憩しようかなと思ってます。と思ったらサービスエリアも見えてる。今山あいで、そろそろね、ジェノバ、ね、まあそろそろといってもまだあと20数キロあると思いますが、ジェノバに、向かっております。ジェノバから、そのまま海沿いを走って、今回の我々の目的地サンレモ
というね、イタリアの街になりますね。それにしてもトラックはないね、見つからないね。今回はなしだな。残念ながらゼロっぽいですね。もうこの時間今、現在4時15分ね、どうもなさそうな感じでございますね。後ろからフェラーリが来ましたね。なんていう車かは知りませんが、あ、スイスナンバーですね。よくあるパターンですね、お金持ちの、はい、スイスナンバーに右側にいるプジョー205のコンバーチブルね。これドイツナンバーですからね。好きですね、本当にね。みんなモナコに行くんじゃないですか。お金持ちのドイツ人とね、スイス人がコンバーチブルとフェラーリでね、モナコに向かうと、いつもの構図でございますね。GTI のコンバーチブル版ですね。30年、もう30年以上だね。実はあの車、カメラマンとしてね、初めて仕事で撮影した車ですね。プジョー205の GTI とね、 CTI 初めての。35年ぐらいになるんですか。もう35年、6年か。それはいいことですね。初めて撮影しましたね、仕事としてね。まあ、F1 だってね、もう30何年だろう、もう数えてないから分かんないですけど、32、3年いるのかな。なんだかなって感じですね。と思ったら後ろから、なんか見たこともないようなステッカーを貼った車がいますね。まあ多分ゲストか VIP バスですね。誇らしげに今からも貼っていくんですか。頑張ってくださいこの車ですね。バスのあの紙剥がせないからね。車周りには剥ぎたくないね。剥がすのが大変。くしゃくしゃになってくるんで。まあでもあれをちゃんと貼ってないと、パランとこうね、車の中で熱くなってね、粘着力をね弱めて貼るようにしてるんですね。あれ貼っちゃうと、もうべったりくっついちゃうんで、特に自分の車とか、あと、サーキットから出て外に車を止めなきゃいけない時なんかは、なるべく、粘着力を弱めて貼って、サーキットに行く時は貼って、サーキットから、例えばホテルに戻るとか、路上駐車しないといけないとかは、もう全部剥がして、隠しておく。ちょっと粘着力が弱いと、たまにシートに落っこっちゃうんですね。で、それで、前イタリアグランプリの時に、日中、駐車してる時に、ステッカー自体が落っこちて、無断駐車してる風な扱いになってしまって、まあ、落っこちたっていうか見えなくなっちゃってね。で、シートの下に落ちてたんですけど、それが見えないんで、レッカー移動されたことがありますね。
帰り帰ろうと思って車のとこまで行ったらなくて、と思ってメディアセンターと問い合わせていろいろ調べてもらったら、レッカー移動で違うとこ持ってってあるからって言われて、そこまで急いで取りに行ったもんですね。まあ、いろんな経験はしてるんですね。初めてモナコに来た時も、その時はものすごくパスの駐車券のパスの扱いが難しくて僕にはもらえなかったんですね。なんで、まだその当時そんなにF1 って今ほどその、まあ、盛り上がりって変ですけど、そのみんな知ってるとかもうめちゃめちゃな盛り上がり方はまだしてなかったんで、いくらモナコといえども路上駐車する場所があったんですよ。今でもそこの前いつも通りますけど、でそこに朝置いておいて、お昼見に行ったらまだあったん で夕方行ったらなくて、まあ、レッカー移動されてましたね。警察の方にね、罰金払って、受け取った思い出ありますね。いろいろやってますよね。明日どうも雨らしいんですね。なんかね、嫌ですね。そろそろですね、ようやく到着しましたね。海ね、進行方向ね、ちょっと海見えてきましたね。ちょっとお天気も良くなって、結局ね、F1 チームの F1 チームというか F1 関係のなんだかんだのトランプは会うことはありませんでしたね、残念ながらね。ゼロと、結果ゼロということでね、僕も失敗したし、皆さんもどういうふうに思っていらっしゃったかわかりませんが、結果はゼロでございましたね。はい、さあ今日は美味しいものでも食べてね、明日に備えて明日からね、我々もうご飯ね外で食べる余裕はないでしょうし、外で食べることもないでしょうから、美味しいね、美味しいバゲット、美味しいバゲットにハムが挟んであるかチーズが挟んであるかの違いで、それを昼夜とね、毎日食べる羽目になってしまうというね、ヨーロッパ、フランスまで来て何食ってんだよってみんな思いますけどね。もうね、外に食べるに行く時間なんかないんですよね。セッションの時間、ね、セッション時間がもう、今、お昼からとかね、もうそういうタイムスケジュールなんで、もう前ね、昔は、金曜日セッション10時からとかね、10時からで、1時から第2セッションとかね、朝9時半から、まあ朝9時半からっていうのはね、もうかなり早い昔の話ですけどね、終わるのが結構早かったんで、そうすれば我々もね、外に、早く帰ることも
ねできたんですよ。今もうお昼、セッション1時からとか終わる FP2 終わるの6時とかじゃないですか。もうそうなるともう外に食べに行く余裕もないし、で次の朝また朝、7時ぐらいにはね、お部屋の方ね、ホテルの部屋の方出ないといけないんで、まあ、渋滞が始まるんでね。昔のようなあの渋滞なしでスルスルっと、我々がね仕事するプレスルームまでっていうのではなくて、もう本当に時間逃すともう大渋滞にはまってしまうっていうのが今の F1 の、周辺環境なんでね。だから仕事ばかりでね、外でご飯を食べてうんぬんとか、美味しいものを食べましたとかね、もうそういうのほとんどないですね。あ、ちなみに大昔になりますけど、昔はセッション終わったらね、あのゴルフ場行ってたりしたんですよ。ゴルフしたりテニスしてたりする時間もあったんですよ。そんな感じですからね。今はもうそんな時間どころかね、毎日夜中の2時ぐらいまで仕事をしてるっていうね、そんな状況なんで、昔とはもう全然。だからまあ大昔になりますとね、昔は本当にセッション終わったら早々にもうホテルに引き上げて、木陰のベンチに座ってね、あのホテルの前のカフェかなんかでね、美味しいエスプレッソかのなんか飲んでね、日向ぼっこしてたんで。本当そんな時代と今と全部、今もうインターネット、なるはやとかね、写真撮ったらすぐ、まあ見なければいけないというよりも、まあ見ざるを得ない、確認しざるを得ない。そういうインターネットの時代に入ってからは、インターネットの時代に入ってかつ、セッションも遅くなりの時間がねずれてね、パターンですからね、本当に我々はね時間がない状況での仕事環境ですね。そういう風になってますね。だから今日ぐらいはね、美味しいものをがっつり食ってやってね、楽しみたいと思ってますけどね。まだイタリア側なんでね、これもうモナコ入っちゃうとかね、ニース行っちゃうとちょっと美味しいものを探すのは一苦労という状況なので、まだイタリアに今日ね宿泊するんで、その辺は、ラッキーかなって感じありますね、はい。ずっとこのままね、ちょっと工事がね多いんでね、ちょっと帰りのね、モナコからニースね、ニースでモナコ経由、月曜日ねミラノのマルペンサ空港までね一直線に行きますけどね、ちょっとこの工事でね一車線規制とかね結構あるんで、ちょっと早めに出た方がいいのかもしれませんね。側はね、結構渋滞しますね。気をつけろとか気をつけてください。これまた、どえらいループですね。山の中ですね。さあ、降りましたね。さあ、いくらでしょうか。じゃあもういくらだ。待って。